どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きネレンを描いております。今日はね、PV 撮影あれですね、左引きネレンに登場するあのパルクール映像っていうのが漫画に出てきたんですけど、それを本当に撮っちゃおうプロジェクトです。おー、また同時進行で新月、左引きネレンのトレードマークである新月をコート作ってるじゃないですか。それをマジで着てもらってたりっていうのプラス、なんと出てくれてる演者さんも舞台版左引きのエレンのエレン役田内さんとルーシー役泉さんがやってくれるということで、もうなんて言うんでしょう、このエレン関連のプロジェクトのこうクロスオーバー、うん、集大成ですね、うん、でそれを撮影してくださってるのがワンメディアのガクトさん。これはちょっとこう気合入りまくりのあれなんで、しかも僕ら今2時間ぐらい遅刻してるんで、ちょっと歩きながら行きますけど、ここからタクシーに乗って、まあ、某所での撮影現場に参りたいと思います。って言いながら俺今日全身アントレースなんだけど、ただ足は見てください。おお、はい、ちゃんとルーシーの魂を履いてきてます、うん、ルーシーの魂、はい、これアントレースのね、上下ね。あ、これ上下はアントレース、うん、ただ今日はアントレースちょっと置いといてもらって、はいはいはい、まあアントレースはまた別でね、ちゃんと動画に、ここに来る前なんか、なんで小林さんと今一緒かっていうと、この前にもうアントレースのすげーワクワクする打ち合わせとかして、もう結構もうアントレースも新月も漫画も多分今年は多分エレンエブリはい、エレンイヤーね、エレンエブリイヤーになるかな、うん、もうオールシーズンエレン、はい、そんな感じでお察しの通り結構夜なんで、僕も眠くて頭回ってない状態なんで行きましょう。はい、やってきました、横浜某所、今から撮影をしていただくんですけど、エレン役の田中さんと、ルーシー役の泉さんです。泉です、お願いします。ご紹介を無茶ぶり。私はですね、舞台の左利きのエレンの山岸理恵をさせていただいております、棚橋美香と申します。ちょっと楽しみにしてたので全力で頑張りたいと思います。わー、泉光です。舞台ではルーシー役として出させていただいたんですけど、普段はその演技とかメインじゃなく純粋にパルクールやってる、まあ、トレーサーです。で今回そのもともと左利きのエレン、すごいただただ純粋に席で呼んでたら急にパルクールする女の子が現れたみたいな感じで、すごいテンション上がってたところで、こう自分もその役として入るやつめちゃくちゃ楽しみで、一ファンとしてどんな作品ができるかめちゃくちゃ楽しみに今撮影に参加してます。なんか泉さんは結構前からパルクールで有名で、はい、僕は広告業界の時にすごいバズった広告案件があったんですよ。忍者女子高生っていうね、まあCC レモンの CM があったんですけど、ウェブ CM があったんですけど、それの忍者女子高生なんですよ。だからね、多分ね、 YouTube で忍者女子高生で検索すれば多分泉さんの当時の映像が出ると思うんで、できます、はい、初めての映像作品。そう、しかも多分忍者女子高生とかを見て、はい、ネットでバズる映像ってやっぱパルクールとの掛け合わせなんだなっていう知識で漫画を描いてるわけだから、結局だから元ネタなんですよね。元ネタ、そう、嬉しい。元ネタだからそういうことなんで、これはもう胸熱ですね、うん、だからテンション上がって今日僕もコンピューで来てるという。3人とも一緒ですよ。そうですね、一緒です、コンピューもね、はい、ってな感じで、これから動画臨んでいただくので、僕は、僕の仕事はね、しっかり見るという仕事があるのでしっかり見させていただきたいと思います。はい、じゃあ改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今撮影の準備中です。うー、すごいよね、こんな大人数で、もっといるんだけど、うん、想像以上に人がいる。これで YouTube 動画撮るっていう贅沢さ。だってさゆりなんか4人ぐらい撮ってるからさゆりの何倍人数いるんだっていうの、今からスケボーで追いかけるシーンを撮るみたいですね。用意したので、まあ、走ったって感じ で、まあ、用意したとこになりましたで、あれで、そしてで追い越す、そういう感じで、これで止まるイメージです。
もうあのテレビドラマとかと変わんないよね。うん、テレビドラマと変わんないし CM だね。もうあの広告業界を思い出すよ。こういうモニターであの今撮ってる映像をチェックし、するという、あのクライアントとか監督がねこれでチェックするという、システムになっております。じゃあ行きます。はい、行きます。よーい、スタート。ポンプでさ、パルクールって実際どうなん？実際めっちゃ難しい。むずいよね。まあ、でも本当にパルクールって割とここしか使わないんですよ。あ、へえ。まあ、着地もつま先で着地だったり、はい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 、こういうレールとか細いところもここ母子球でこうやって狙うんで、うーん、めちゃくちゃパルクール上手くてミスしない人なら全然大丈夫です。あ、じゃあ上級者用なんだね。上級者用です、ね、なるほど。万が一でもここにはまると結構ここは滑りやすいんで、うん、はあ。ただあのこっちはまあ結構噛むからいいのと。なるほどね。じゃあミスしないルーシーにしか履きこなせない。そうですね。もう地形を知り尽くしてて。確かに確かに。でも僕の街だみたいな感じで自由自在に走り回れるからこそ。なるほど。逆にやっぱ上手くなればなるほど選ばないじゃないですか、うん、っていう究極だと思います。そうなんだ。まあ、横浜も横浜でやっぱゆかりの地だからね、うん、そうだよね。エレンといえば横浜ってあるからね、うん、エレンもやっぱ横浜と似てるっていう理由でブルックリン気に入ってるから。ああ、なるほどね。だからあの横浜をブルックリンに見立てて撮影するっていうのはまあそエモいっちゃエモいよね。エモいっちゃエモい、うん。危ない。海外だとおじいちゃんおばあちゃんがリハビリでパルクールしたりとか。逆に怪我しそう。リハビリでそのパルクールって本当に簡単で、その始めようと思ったら例えばここの線に立って、ここの線に、まあ、自分が飛べるとかでいいんですよ、はい、何回飛んでも正確に止まってくださいっていうのができればもういいんで。あ、そうです。あ、めちゃくちゃ上手いじゃないですか。つま先で止まるっていうのも、まあ、ここだったら平面だから地面だから怖くなくてもできるじゃないですか、うんうん、じゃあここの上でできますかって。できない。この恐怖心との戦いだったり、自分がこれはできるこれはできないっていう正確な判断力だったり。あ、そうか。でもこれができるなら、まあ、物理的にここからこれでも高いところでもできるはず。確かに。っていうところの、まあ、精神面での、あの鍛錬だったりするんで。で結構心の修行もあるんだね。じゃあ修行の方が大きくないですか。あ、でも本当にそうです。あの自分自身の把握だったりとか、そのメンタルの部分だったりとかっていうのは本当にでかくて、自分がどこに行きたいかを見て足を出して着いた後にクッと止めることで、こう前におっとっていかなくて済むんです。そうですね、力で行くんです。今だと手がちょっと遅いです。やっぱその場でジャンプして引いて戻すっていうのちょっと忙しいんですけど。もう棚橋さんの時点ですでにやっぱ運動神経がいいから。ダメですか。あ、全然全然。逃げ切れそうな、うん、逃げ切れちゃいそう。逃げ切れちゃう。でも必死だもんね。だからあのエレンは必死で走ってるから人生で一番速い。いいと思う、多分、ね、この時がね、うん、あ、やばい、どうしようって感じです。私もちょっと見えないけど必死さをね、うん、出すためにはやっぱ必死に走んないと出ないです。そうっすね。カメラマンとみんな置き去りにして、うん。あ、じゃあすいません、そろそろちょっとあの時間なので、まだ撮影はこれから続くんですけど、ちょっとここで、
帰ります。はい、本当ありがとうございます。ありがとうございました。引き続きお願いします。あの多分あのね、もったいないからメイキングでは出せないけど、工場のパルクールシーンがあるんですけど、あのシーンやばい、あれはやばいです。僕も鳥肌立ちました。はい、そんな感じでちょっと今日はあの僕らは帰らないといけないんですけども、動画をぜひあの公開楽しみにしててください。このチャンネルであの公開すると思うので、なのであのチャンネル登録グッドボタンもしていただけると我々は嬉しいなと思いますので、はい、そんな感じで、ぜひパルクール動画、左利きのエレンニューヨーク×の巻きを楽しみに待っててください。じゃあ、それではまた、ありがとうございます。